最初、戦ってもらいます。よろしくお願いしますって言った後に、ミュートにするわ。マジで、秋元のテンション低いから、無理やり、高くさせるために、よろしくお願いしますってちょっと、元気よく行こう。元気よく行くぞ、みんな。俺は元気に行って、仲介役やって、多分、アンチ君いいやつだから、イエーイって言ってくれなきゃ、秋元多分、シーンってしてるから、そこで、うまいことね、やろう。うまいことやろう。あ、もしもし。もしもし。今日はですね。はい。あ、聞こえますか？はい。今日はお二人に戦ってほしいんですけど、まず自己紹介します。俺のリア友の秋元くん。はい。君はアンチくんね。はい。はい、秋元くん返事して。はいはい。今日は二人に戦ってもらいます。スーって何？スーって。俺はもうこの時点で喋りません。二人で会話してください。はい。それは、アホでしょ。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。勝手すぎない？あ、こんばんは。はい、こんばんは。なちゃんとはいつからの知り合いなんでしょうか？小学校かな。ああ。なんだこの会話。うん、なんだこの会話。難しいね。そうですね。あ、待って。これ武器なんとかある？あ、なんでも大丈夫です。え、これにしよう。なに、え、なんだこの二人。1対1です。多分。うん。了解。あえて押さないから俺これ緊張ってよりこの状況が意味がよくわからない秋元お前年上なんだから話リードしてやれよ秋元それ大変ですねはいなんでアンチになったんですかいつの間にかアンチになってましたああいいと思いますねなんでだよ、はい、なんでいいんだよ好き嫌止めろよお前友達ならよはい止めろよそこはうん、はい、仲良くなんでそこだよもう行くべまあ、うん、気合いあったら関わんないはいいと思いますけどねはぁ、あ、関わりたい系の嫌いだ始まるぞ始まるぞみんなそういう系始まるぞはいなるほどアンチですアンチですねはい、はい、あ、プライムかいやだって何でもいいし。いや、大丈夫です。待って、秋元またプライム持ってきたぞ。ランクはどれぐらいなんですか ?S ぐらい。S ぐらい。なんだこの会話。お前、俺が悪いけどさ、すべての元気は俺だけどさ、もっと喋れると思ったこの二人。この二人、もっと喋れると思った。まあ、初対面だからか。おぉ、アンチ。どこされた気まずそう気まずい気まずいあ、これ落ちたちょっと出ました、秋元の回線落ち2分半どうしようちょっとあ、審判ですあ、審判ちょっとはい回線落ちですよねはいそれはですね、仕方ないので、もう一戦再戦をしてもらいます。それでは、第2戦。第2戦というよりかは、再戦ですね。第1戦の再戦をしていきたいなと思います。あはー、危ね。お二方、頑張ってください。それでは、審判はいなくなります。さよなら。はい。ミュートしました。じゃあ会話しますか。はい。何の会話します？まずちょっと知りたいことが。なんだこの二人。でですね。はい。
まず、うなっちゃんのあの本名と住所を。おい！アンチ、こら！大丈夫でしょうか。おい！こらー！それはちょっとやめとこうかな。審判がミートなので。あきほと偉い。それやめとこうかな。言っといた方が。あきほと偉い。ちなみにそれやると俺もバレる可能性あるいい、ね、お前保身じゃねえか、自分の保身じゃねえかよ。ネット社会はね、そういうプライベートなことはやめとくと思うかな、さすがに。ネット社会はね、そういうプライベートなことはやめとくと思うかな、さすがに。高校生ですか？はい、高校生です。部活何やってんですか？部活はバドミントンやってました。お、秋元も高校バドミントンだったんですよ。やってたんですか？やってたですね。やってました。あ、ちょっと、ちょっと、話しながらやるってやばいかも。秋元つえ、秋元つえぞ。はい。残念ですね。はい。まあ。気まずそう。めんどくさい。うわーい。よーし。おー。おすすめの選手とかいます？選手はバドミントンの選手聞く？そうなんですか。そこまでは。俺、小串吉がわかんねえよ。桃田健人とか知らないですか？桃田健人くん知らないぞ。これ言っていい？怖すぎる。さあ、気まずい二人。ボム投げ合ってるぞ。この二人、ボム投げ合ってるぞ。あ、ちょっとため息ついた。やばい。お、やばい。やばい。お、強い。やばい。おー、秋元上手くね。くっそ、やばい、負けちゃうこのままじゃ。秋元上手くね。やばいっす。あー、マジか。秋元くんの勝利。やばい、ちょっと手加減しすぎた。手加減しすぎがないので話題を提供します。はい、話題は女の子についてです。よろしくお願いします。女の子が好きですか、男の子が好きですか？愚問じゃないですかそれ。それ愚問じゃないですか。どういう会話してんだこの二人は。え、あなたは、え、はい、え、あなたは男が好きなんですか？いや、女の子が好きです。そうだろう。そうですか。そんな特殊性には持っていないので。持ってないです。木本が性癖とか言ってるぞ。